2月1日プロ野球のキャンプが解禁され、打倒巨人に燃える中日ドラゴンズは本拠地名古屋の中日球場でキャンプインしました。ドラフト第1位指名ルーキーの藤浪は緊張した面持ちで参加。ファンの見つめる中で初練習です。投手陣の鍵を握る稲葉、森下コーチの激しいノックを受ける矢沢高木の内野陣、与那嶺監督はこの 3,4,5 番を、まあ、大島君かね、島谷君が打ってくれると面白いと思いますけどね。高木森道か、まあ、あの藤浪が多分やってくれるから、1、2番は僕心配してないけど、でもやっぱりこの3、4、5番を僕もう一番今心配してますけどね。まあいいスタートを切ってチャンスがあったらもうそれの優勝を絶対狙わないといかんと思いますけどね。20年ぶりのペナント奪取を目指して与那嶺中日はスタートしました。